朝日新聞が防衛大綱に発表朝日新聞が本日の社説にて安倍政権の防衛大綱が一線を越えた自衛隊の打撃力の格段の強化見過ごせない中国と対話をしろと主張いたしましたこちら残念ながら中国が凄さまじい脅威で軍拡を続け大量の 空母を建造し、また揚陸艦も建造して、今後、2020年以降、中国が日本に対して戦争を仕掛けてくる可能性が高まっているため、相対的に日本が自衛隊が中国よりも弱くならないように、自衛隊を強化し、中国との軍事力のバランスをとって、 戦争をですね、日本政府が防ごうとしているのに、それに対して朝日新聞が発狂して、それをやめろと主張してしまっております。例えばこの朝日新聞の主張をそのまま受け入れた場合、中国が明らかにですね、自衛隊の戦力を上回ることになり、戦争を仕掛けてくることになるでしょう。 そうなったら、朝日新聞はどうやって責任を取るつもりなんでしょうか。本当にですね、朝日新聞は本日の社説を見るだけでも、存在しているだけで国民を危険にさらすマスコミであると、新聞社であるということが、皆様お分かりいただけるんじゃないかと思いますので、絶対に朝日新聞は購読しないようにしていただき、 また企業の皆様は朝日新聞に広告を出さないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。